さあロメロフランクボールを持った3対2、はい、山内とそして富樫啓真がいる。戸高も上がってきた。富樫啓真ボールキープ。富樫啓真からファーサイド、こぼれた、打つか、シュート、放った。29番の森村、森村浩太が決めました。2対0。この時間帯に町田追加点。ここで3対2の状態でロメル・フランク選手がこの奥をしっかり見れてましたよね、はい。でまあ、この2度のサイドチェンジで完全に森村選手がフリーになってくる、はい。まあ、ここですよね。この時にディフェンスラインの目もやはりそのボールに行ってしまうので、最終的にこの森村選手のところが空いてしまうと、はい。まあ、森村選手ね、ファーストタッチが良かったですね、しっかりと自分がシュートを置けるところにシュート